2020年12月、今年も暮れのイルミネーションが始まりました。イルミネーションのメインとなるのは、輝く戦艦ヤマト。お城とか、サンタとかではないです。暮れなんで、暮れの顔とも言える、戦艦ヤマトです。マニー人には色々あるかもしれませんが、これは一般向けです。そういう人は、おとなしく、ヤマトミュージアムに、行ってください。情勢下が情勢下なんで、今年はね、イルミネーションの規模をかなり縮小しています。例年ですとね、あのヤマトに加えて赤城、そして紫電会という他とは一味違ったものがイルミネーションされています。で、藤原さん、クレのイルミネーションを見るたびに思うんですよ。何かがおかしい。もしね、日本が太平洋戦争に勝利していたら、こんなイルミネーションがね、各地で見られていたのかもしれないと思うと、何か時間軸がずれてるんじゃないかな、ここだけ。そんなことをね、思ったりするのでした。それではご視聴ありがとうございました。また。